どうも、杉浦太陽です。今回は、毎日ベジご飯、出版させていただきました。いやー、今回のレシピはね、もう打ち合わせを重ねて重ねて、打ち合わせだけで何時間、結構ね、日数使って考えたんですけども、僕自身仕事柄全国を回ることも多くて、で一流料理人さんと一緒に旅することもあるので、その都度その都度いろんなこう細かい技法を教わったりとか、地元の郷土料理の作り方とか、この食材の組み合わせで、調理に関してはもう温度管理とか、うまみの相乗効果とか、もういろいろ教わって、でそれをなんか全部なんか美味しく食べるためになんか取り入れたいと思いまして、こうまあ念入りにやっていったんですけども、やっぱり自分の中でこう日本の畑とか、まあ、海とかいろいろ回って、野菜、日本の野菜ってすごいなと思ったんですよ。で本当に野菜のこの美味しさっていうのは、まあ、今特に注目されてますけども、なんかこう体か、もう中身から元気になるし、で彩りももちろん豊富ですし、で組み合わせによってはもう何倍にもこう料理の数が広がるわけですよ。でもやっぱりこの野菜だけで食べる美味しさもありますし、それプラスこのトマトにはこのお肉を、この白菜にはこのお肉を、この魚をとか、やっぱこうお肉や魚との組み合わせ、やっぱりこう野菜だけじゃ足りないものももちろんあるので、やっぱり、まあ、プラスやっぱ美味しい方がいいじゃないですか。でもやっぱりあくまで野菜を中心として考えたレシピですけども、まあ、肉や魚も美味しく食べるために使わせてもらってます。まあ、今回ね、こうやってなんか僕も考えててすごく楽しかったんですよね。こう組み合わせ組み合わせでどんどん料理が深まって広がっていくので、これをぜひ皆さん のご家庭でも実践してほしいなと思います。なんかね、美味しいです。野菜ってこんな美味しく食べれんのみたいな。あ、これやったら子供も食べられるかもしれん。で、うちの子もこう食べさせて、あ、パパ食べられるっていうのがあったんで、これぜひ試してみてください。そうするとね、こう美味しいものを食べると家庭が自然と笑顔になります。そうするとこう賑やかな家庭って楽しいじゃないですか。もう家庭以外でもね、こう彼氏さんに作ったりとか、で彼氏が彼女のためにちょっと腕を振る舞ってみるとか、こういろんな技法を取り入れてるんで、なんか、まあ、凝ったものもありますけども、なるべくシンプルに簡単に美味しくできるようにしてるので、野菜の魅力いっぱい使っておりますので、ぜひ皆さん試してみてください。毎日ベジご飯、どうぞお試しあれ。